界の野獣がやってきました。キングジョーの入場であります。小橋シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナーキングジョープロレスリングノア270パウンド、小橋赤コーナー小橋01270パウンド、キングジョー。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ヨーロピアンエルボー、組みに行きます。コーナーに振った、重いチョップであります。抱えます。 DDT、 行くのか、ロープに飛ばした、タックルでぶちかまします。強烈に締め上げてまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。腕を回しさせません。フロントからのキック、腕をフック、フロントからのスープレックスに転じます。頸動脈を狙います。逆にバックに回った。膝の故障からついに完全復活を果たしました小橋健太。長期欠場という地獄を乗り越え、再び頂点に上り詰めたノアの鉄人であります。熱すぎるその魂、今宵も完全燃焼、早くもバーニング。こうやって投げられた時に受け身を取ってますけど、プロレスの受け身っていうのは柔道やレスリングの受け身以上に難しいものですからね。だから反復練習っていうのはとても大切になってくるんですよ。ああそうなんですか。スタンディングを取らせます。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。パンチで返します。組み合います。逆に投げてまいります。引き起こします。腰を落とします。リバースで返します。ロープブレイク、ロックアップ、巻き投げで切り返します。起こしてまいります。毛先にチョップであります。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。キチンシンク胃袋攻めです。起こします。首筋に打ち込んでまいります。
蹴りを見舞ってまいります。蹴ってまいります。あっと返した。綺麗に振りましたよ。首をかっ切ったか。同時目スイーパー。あっとキャッチした。バックを取ってスリーパー。スクラックス。引き起こす。腰に手を回した。打たせない。顔面蹴り上げる。引っこ抜きか。リバースで返した。うわー危ない。カウント2であります。あっとバックに回った。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。フロントキック抜くのか。投げ捨て式のパワーボール。抱き起こす。ローリングしたらチョップ。気合を入れた。カウントは入る。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。あと逆にパンチ。頭を掴んで頸動脈へのけさ切りチョップ。抱えた。今首から突き刺さりましたよ。脳天直下型か。
地味ながらも堅実な試合を見せてまいります。この男、川端騎士の入場であります。この男、重心サンダーライガーが入ってまいります。ライガー、川端、シングルマッチ20分一本勝負を行います。ライガー、青コーナー、キシプロレスリングノア250ポンド、川端、キシン、キシン、キシン、ライガー、赤コーナー、川端、新日本プロレス215ポンド、重心サンダーライガー、レフリー和田恭平。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。ブロックします。浴びせ蹴り、腰を落とします。させません。ロックアップ。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。組に行きます。ロープに振った。ショルダータックル。エルボードロップ。あっと、キャッチした。足を狙ってまいります。組み合います。倒してまいります。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。走り込んでのエルボー、カウントが入ります。ロープブレイクです。チョップが打ってまいります。さあ、その円熟した試合運びを早くも展開中であります。新世紀の世の中に昭和の香りを醸し出す、そのレスリングテクニックはベテランならではの妙技といったところでしょうか。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。蹴ってまいります。腕を取ります。腕に照準を絞るのでありましょうか。張ってまいります。行くのか。コーナーに振った。あっと、ラリアット。腕を狙ってまいります。肩をつけます。ロープに逃れました。浴びせ蹴り強烈、抱えます。
ハンマーが襲ってまいります。組に行きます。逆に振り返した。パワースラムカウンター、返してまいります。組み合います。フライングメイヤー、返してまいります。相手を挑発してまいります。掴んだ、膝を殺してまいります。引き起こします。エルボーでブロック、このポーズです。あっとエルボー、行くのか。ヘッドロックで締め上げてまいります。肘を打ち込んでまいります。腕を捉えます。あっと返します。ガードします。ライアット左腕、体を預けます。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。起こしてまいります。バックを取ります。打たせません。フロントからのキック、あっと浴びせ蹴りだ。抱えます。リバースで返します。ボールを返します。顔面に小手を見舞います。起こします。こめかめに入りましたよ。脳髄に響いたか。巻き投げで切り返した。エルボードロップ強烈、先頭強烈、抱えた。フロントキック、あっと逆に腕を取った。エルボーで返す。腰に手を回した。エルボーで切り返す。組み合った。おっと、そのまま後ろに落としていった。引き起こす。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。あっと、10分逆に投げていった。10 minutes pass。 すごい顔で打つ。腕をフックした。あっと逆に丸めていった。カウント 2.5、 まだまだです。腕を回した。フィッシャーマンバスター、落としていった。立たせていく。ひねりの効いたバックドロップ、起こした。カット気味に入りましたよ。ブロック状況か。抱き起こす。これは受け身取れないですよ。デインジャラス直下式。いけるか。投げていった。起こした。逆にバックに回った。奥歯を噛みしめた。ランニングしたのはライガーボール。ロープブレイク担ぐか。エルボーで切り返す。ブレンバスター行くのか。ブレンバスター、垂直落下式。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。抜くのか。きたー、パワーボム。カウントスリーが入りました。走れ走れ。
プロレスラム武藤圭司入場。さあプロレスファンタジーを体現する男、さあプログラム武藤圭司が入ってきた。ノアの名手、その魂を握りしめ、三沢光晴入場。さあ箱舟ノアの名手、ハイパーエルボー三沢光晴の入場であります。黒のカリスマ蝶野正弘入場。そして新日本の総帥でありますこの男、蝶野正弘がド派手に入場してまいります。トリプルスレッドマッチ30分一本勝負を行います。188センチ115キロ武藤圭司。185センチ110キロ三沢光晴。186センチ108キロ蝶野正弘。レフリー山本小鉄。さあ運命の鐘が鳴った。スピニングエルボー、鉄拳を見舞います。この辺りまさにプロのレスリングであります。抱えます、耐えます。ドロップキックを放ってまいります。掴んだエルボー、ブレインバスターに取ります。ブレインバスターで叩きつけます。ストンピングです。腕を取ります。腕折りに移行してまいります。掴みます。顔面を狙ってまいります。キックを打っていきます。腕を捉えます。肘を打ち込んでまいります。グーパンチです。掴みます。エルボーを入れていきます。足を抱えます。
ドラゴンスクリュー、返してまいります。掴んだ。この辺りラフに転じてまいります。掴んだ。エルボーで返します。ドロップキックを見舞ってまいります。ロックアップ、逆に返します。行くのか。ロープに振ってドロップキック、バックを取ります。スリーパーに捉えます。ロープに逃れました。フロントからのキック、それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。組み合います。対角線に飛ばした。カウンターで切り返してまいります。あっと、逆に切り返した。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。羽織り固めに持ってまいります。掴みます。エルボーでブロック。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。ロープにブレイクしました。組みに行きます。逆に倒します。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。スタンディングを取らせます。掴んだ。ナックルを打ち込んでまいります。組み合います。投げてまいります。バックからスリーパーに入ります。打ち込んでまいります。掴みます。弓を引くナックルであります。掴みます。ラフ殺法に転じます。グーを打ち込みます。掴んだ。エルボー、グーを打ち込みます。あっと、エルボー、スピンエルボー、行くのか。逆に投げてまいります。相手を挑発してまいります。掴みます。いやらしい攻めを見せてまいります。組みに行きます。あっと、返します。ストンピング、蹴りつけてまいります。ロックアップ、ロープに振った。掴んだ。キックで返します。肘を打ち込んでまいります。ネックブリーカードロップ、キーロック、ショートアームシザース、ロープブレイクです。エルボーを入れていきます。組みに行きます。逆に返します。起こしてまいります。させません。掴んだ。エルボーでブロック、足を取ります。足を狙ってまいります。腰を落とします。返してまいります。腹固めの体勢であります。ロープブレイク、足を取ります。ドラゴンスクリュー、膝をねじった。ねちっこい展開に移行してまいります。ロープブレイク、ナックルを打ち込んでまいります。ロープに飛ばした。マンハッタンドロップに取ります。股間を打ちつけます。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。張ります。腕を回します。ブレンバスターでぶん投げます。STF で強烈に締め上げてまいります。エルボー強烈ストッピング。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい、足を取った。膝がかやけで声を上げている。キーロックで固めていった。掴んだ。あっと、逆にキック、エルボーを打ち込む。カウンター気味に入りましたよ。ブロッキー状況か。小脇に抱えた。バックに回った。バックを取ってエルボーで切り返す。
集中砲火、無重力状態からフラッシュリング、引っこ抜きか、ゴリラホールパイルドライバー、起こした、頭を掴んで、バットバックに回った、顔から砕け散れフェイスクラッシャー、エビに固める、返してまいります、ピンポイント膝、引き起こす、小脇に抱えた、抱え上げてバックドロップ、抱き起こす、ドラゴンスクリューすごいねじれだ、抱えた、正面から投げを見舞った、そのまま締め上げる、キックを打っていった、引き起こす、立たせていく、あっとドロップキック、起こした、起こした、バックを取ってジャンピングしてろ、バックタンプ、ロープに振った、立たせていく、ボディスラムで投げつける、放っていくのか、抱き起こす、リングに戻ります、抜くのか、タイガードライバー、ロープブレイク、足を抱えた、15分経過、ドラゴンスクリュー膝をねじった、いけるか、ロープに振って膝へのドロップキック、ガチッと組み合った、バッと返した、エルボーで返す、組み合った、バッとネックブリーカードロップ、カバーの体勢、岩壁の母の胸に抱かれました、ジャーマン気味のバックドロップ、引き起こす、これはポイントになりそうですね、そうですね、今の精神的なダメージが大きいです、起こした、腕をフックした、タイガードライバー後頭部を痛打、返した返した、返しました、ドロップキック膝、引き起こす、ドロップキック膝、容赦のないドロップキック、首根っこを掴んだ、あっと逆に蹴っていった、足を抱えた、後頭部円錐、回転してのエルボー、ストラックに突き刺さった、腰に手を回した、ラッシュスイープ、かわず落とし、決まり際いかがですか、これはがっちり決まってますよ、小股に挟んだ、スクリュー引き起こす、小脇に抱えた、バックドロップ、メキシカンストレッチを決めていく、ブロックした、これ
サーブで投げていった。立たせていく、バックドロップ、体がくの字だ。ガチッと組み合った、あっと切り返した、起こした、渾身のエルボー、抑え込んでカウント3つは奪えない、決めに行くのか。なんとシャイニングウィザード、蹴っていった、組み合った、倒していった、抱き起こす、ドラゴンスクリュー、すごいねじれだ、引き起こす、気合を入れた、起こした、腕をフックした、フロージョンが決まった、3つは入りません。膝へのドロップキック、首根っこを掴んだ、あっと逆にキック、腕を取った、そのまま腕を決めていった、ここでロープブレイク、ガードした、あっとエルボー、ローリングエルボー、背後からキャメルクラッチにコースがロープに逃れました。いけるか、逆に返した、立たせていく、フィニッシュ宣言か、気合を入れた、抱えた、エメラルドフロージョン、後頭部強烈、ロープに逃れた、足を抱えた、膝がガラガラ声を上げている、ストンピングを叩き込む、羽織りがダメに持ってった、掴んだ、エルボーで切り返す、抜くのか、リバースで返した、膝にピンポイント集中砲火、引き起こす、打たせない、ガチッと組み合った、ロープに飛ばした、電化キック顔面、残り試合時間3分、3 minutes to go、 バタフライの花が大きく開かれた、起こした、正面から投げていった、おお、これはかつて最初に見せた STF、 一気にスパークするのか、抱き起こす、腕フックした、いった、タイガードライバー、カウント3つは奪えない、さあ STF、 あっとエルボー、立たせていく、引っこ抜きか、あと逆に返した、起こした、フィニッシュ宣言か、奥歯を噛みしめた、脳天勝ち、まったパイルドライバー、引き起こす、残り試合時間1分、あとうまく切り返した、ロープブレイク、あっとキャッチした、させません、足を取った、ドラゴンスクリュー、すごいねじれだ、抱き起こす、フランケンシュタイナーが見たいなと思ってました、ロープに逃れました、足を抱えた、ここでゴングが乱打されます。